1944年、ベオグラード解放の際のペコダ・ダプチェビッチ将軍と、ウラジー・ミル・ジダーノフ将軍。ペコダ・ダプチェビッチは、ユーゴスラビアのパルチザンの指導者の一人、大将モンテネグロ、ゼニテ近郊のリボチに出身、モンテネグロ人。1933年、ユーゴスラビア共産党に入党。1937年から1939年、 国際旅団において、スペイン内戦に従軍。第二次世界大戦勃発後、ヨシップブロズチ島の率いるパルチザンに加わる。ダプチェビッチは、死体長となり、パルチザン旅団編成の際、ユーゴスラビア人民解放軍第4、プロレタリアート旅団長に任命された。1943年、第二プロレタリアート師団長。1943年から1944年、 第二軍団長、1944年から1945年、第一軍団長。占領軍だけではなく、チェトニック部隊も積極的に攻撃した。1944年春、モンテネグロの部隊を指揮し、ヘルセゴビナ、モンテネグロ、三弱及びセルビアの解放に参加した。1944年9月、ダプチェビッチの指揮下に第一軍集団が創設された。 1944年9月、宇ジツ・西方のチェトニクに対して大攻勢を開始し、これを撃破した。1944年10月、ソ連軍と共同でベオグラードに突入した。1945年1月、ダプチェビッチの指揮下に第一軍が創設された。軍司令官としてスレム先生で戦う。終戦後、第四軍を指揮し、その後、総監と、 参謀次長を務めた、モスクワの高等軍事アカデミーを卒業。1953年から1955年、ユーゴスラビア人民軍参謀総長。ありがとうございます。